図書系と申します、はい、ではですね、こちらはですね、ホッケー225というところで、今まで紹介してきた銘柄がどう推移してきたかというのを発表していく動画です。で、発表した段階を100として、まあ、それがどう推移したかというところになります。で、直近ですね、まあ、ウクライナ情勢があってですね、まあ、サイバーセキュリティがもう、が盛り上がってきてるんですけれども、まあ、その中でと、アクリート、 がグイってきてます。まあ、マザーズの名っでもあるかもしれないんですけど、もしかすると20人証というところでサイバーセキュリティ関連として着目されているのかもしれないです。で、エアクロスもまあちょっと上がってきてますが、まあ今日はどうなっていくでしょうか。また日々公表していきます。以上になります。